どうもメンディーです。今回のムーブオンは6月突入梅雨真っ盛り、というわけで、屋内にこもりがちのこの季節に、屋内で美味しい食べ物でこのストレスを発散しようということで、おすすめの場所をご紹介します。元はスンデヤで、今はジンガンっていうお店の名前に、数年前に変わりましたけれども、実は私が中学生の頃から、あの当時のすごくよくしていただいたあの友人に連れてきてもらったことがきっかけでね、本当に最近、前は頻繁に割と来てたんだけど、最近なかなか来れる機会がなくて、今回も撮影とかこつけて美味しいもの食べに来てしまいました。お通しが本当に素敵で、これはね、あのムールキムチ、水キムチです。あの酢の物大好きな人はきっと気に入ると思う。お水のねキムチなの。大根が中に入っててね、で少し氷が入っててムシムシしてくるから、これからの季節ね、もうすごくおすすめ。あー来ました、やったー、ありがとうございます。やった。でこれがメインのスンデです。もともとね、このジンガーさんはさっきも言ったけど、スンデヤという名前の通り、これは韓国の薬膳料理になるのかな。あの腸詰め、豚の腸詰めの中に春雨や漢方が入ってて、もうとても美味しい。もういただきます。で少しね、このお塩岩塩をつけて、いただきます。あえてねこう言わせてください。まっそよ、ちょんまんまっそよ、本当に美味しい。あの見た目が割とこう本当に腸詰めっていう感じで、もしかしたらその見た目でこれ食べれないかもっていう方いらっしゃるかもしれないけど、そんな見た目に騙されてはダメ。人は人と一緒、中身です。これは本当に、でやっぱ体調崩しやすい季節だから、そういう時に体調管理にももってこいの薬膳料理になります。美味しい。でお通しもたくさんあって、キムチにナムルに、ほんと幸せ。あー、そしてねトウモロコシ茶、これねトウモロコシ茶、トウモロコシのね、どんどんお客さんが今これ開店と同時にね、あの入って撮影を始めてるんだけど、本当にねあの人気のお店で、もうかれこれね、1992年、開店ということは26年
になりますよ。私が初めて来たのがちょうど開店してから10周年ぐらいの頃でね。で、店内もね、改装されてどんどん綺麗になってって、で、きっと店員の方、まあ、アルバイトの方とかも含めて少しずつ変わってはいくんだろうけど、でも変わらないのやっぱこの味と、ね、あー来た、お父さんもうずっと変わらない、うん、優しいしね、そう味と一緒に、この私お父さんって言ってるけど社長っていうか店長さんがね、もう本当に優しくて、野菜来ましたね。これは何サラダだっけ、サンチュサラダ、そうだ、結構ねモリモリなんですよ、リーズナブルな価格でこんなモリモリで、うん、で味付けがしっかりしてる、このどちらかというとサンチュサラダってなんか割と酸っぱいっていうような味付けの方がいいけど、これちょっと甘みうまみが特徴のこのお店のサンチュサラダです。うん、あ、来ました、どんどん来る、嬉しい、はい、はい、冷麺ね、はい、切ります、お願いします、冷麺、はい、なお店の名前がほら、あのスンデヤからジンガーにね、名字なんね、お父さんの名字変わって、で冷麺です、こちらがね、ちょっとねこぼれちゃうからこのなんかここに止めとこう、いやもうね今舞い上がってます、冷麺は本当に好き嫌いある人多いよね。なぜかっていうと、噛み切れないっていう人とかも結構いるじゃない、まあ、噛めよって話なんですけど、まあそれは別としても、でもここのはね、そこでお悩みの方はもう本当何も問題なし、ちゃんとねそこはね噛みやすくなっているんでございますよ。ああ嬉しいね、なんかもう、これね、今ずっとカメラ回しているからお気づきかもしれませんが、本当にねすごい速いスピードでどんどん出してくださるので、もうお腹すいたまだなのっていうのがないの、嬉しいの、レイミョンね、いただきます、音出ちゃうかもしれないけど、うん、うん、おいしい、お好みでお酢もね、でねこれちょっと撮影のためにこう皆さんに料理をお見せするためにこう持っちゃってるけど、本当言うと韓国ではマナー違反になりますからね、韓国に旅行に行く機会のある方、韓国ではテーブルの上のこう料理をね、日本人が茶碗でお米食べるようにこういう風に持っちゃうと、ちょっとお行儀悪いってなっちゃうので、これまあそうね、まあ心の片隅に置いていただければ、今日はちょっとだからね行儀悪くて申し訳ない、
じゃあ私の視点からね、どんな料理がこう色とりどりで並べられてるか撮って差し上げましょう。こうなっております。じゃ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 ーん。そうなんですよ、私の手前右手側がスンデでしょ、左側ちょっとさっき冷麺中から取ったのが残ってるけど、でこちらが冷麺スンデで、これが、サラダですね。でこちらにあるこの5種類の格闘技というかキムチだとかナムルとか、これがムルキムチね、水キムチになるんですけど、これらはなんとサービス品です。今日本のね、日本にある韓国料理屋さんで こういうサービスでここまでたくさんキムチだとかこういうサイドディッシュを出してくれるお店は本当に少なくなっちゃいました。本当にね、私が韓国のカルチャーに一番ハマっていた中学それから高校生前半の頃は、本当にどこの日本にある韓国料理屋に行ってもこういうキムチとかはねサービスでついてた。韓流ブームの後ぐらいからね、みんなこれ取るんだよ。でもね、そういうのもなく、ずっとこのジンガさんは良心的、音楽の話になっちゃうけど、そもそも私が中学生の頃に、なぜここに来たかというと、さっきもちょっと触れたけど、友人が韓国人の友人で、年上のお姉さんだったんだけど連れてきてもらって、そもそもその当時私はまだ本当に冬のソナタとかそういう、あと日韓ワールドカップとかの前の本当に一般的に韓国の文化がまだ知れ渡っていない頃に、いろいろほら音楽好きでいろいろ漁ってたから、その中で韓国の音楽に触れる機会っていうのがたまたまあって、でダンスのクオリティ、そしてダンスミュージックのクオリティっていうのが本当になんかこう直でダイレクトでアメリカの影響っていうのを受けているので、クオリティがとても高いなって感じて、そこからどん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 なんか韓国のカルチャーに一時どっぷりハマっていって、その流れでなんかこうもっとその知りたいな韓国のことをと思って、実はその私の育った町の近所にも韓国人の方がやってる韓国料理屋って、もう今なくなっちゃったけどあって、そこに少し韓国語とか教えてもらいに行ってた時期があったんですよ、時間を縫って。でそれを教えてくれてた、お店のお母さん、私はねオンマーって呼んでたけど、なんか会いたいな。でそれでヌナってお姉さんって言ってた人が教えて、韓国語教えてくれてた人がね、ここに連れてきてくれたの。見てるかな、ミスクっていうねお姉さんだけど、見てるかな、おんまも見てる。すごい世の中になったよね、こうもう誰でもこういう風にインターネットで、もう私とかプロじゃなくても本当に一般の誰でもね、SNS だとかこういうインターネットでメッセージを世界に配信できる世の中になったんだからね。それがなんかちょっとね、少しグッときちゃった今。おいしい。で今もすごく思うのは、もう特にダンスミュージックに関してはもう日本よりも本当先を行ってるね、韓国の音楽は。実際にほらアメリカンミュージックアワード
かなんかで BTS 防弾少年団とかが向こうのアワードでパフォーマンスをするっていう、そういう時代になりましたからね。あの何年か前にガンダムスタイルっていう楽曲もものすごくアメリカの方でもねヒットして、でもねそれの話を聞いた時に私がちょっと感じたのは、なんでここまでヒットしたんだろうって。でちょっとね、あの日本の上を向いて歩こうってあの坂本九さんの楽曲と通じるものを感じたのは、母国語でパフォーマンスをしたってこと。正直な話、あまりその英語の、例えば日本人なのに英語でパフォーマンスした楽曲でアメリカ進出して、それがじゃあチャート1位取ったかって言ったらないわけで、上位にまで行ったかっていうのはないわけで、やっぱりそのアメリカにはない言葉のイントネーションだったりとか、韻の踏み方だったりだとか、リズムの取り方で、それそのものとやっぱり良質な楽曲が相まって、ああいうヒットにつながったんじゃないかなって私はすごく思っていて、それはだからその何年か前のガンダムスタイルの時にも感じました。まあ、あの話を戻すと、本当にかあの韓国の音楽っていうのはクオリティが高くて、いまだにね、あの聞きますよ、うん、かっこいいしね、なんかいろいろ語っちゃってるけど、ほら、あの3ヶ月に1度くらいこういう回があってもいいじゃない。前はほら、あのスミカさんっていうお店ね、あの今年の2月の回で紹介してめちゃくちゃ喋ってましたけど、今回はまあ、場所も場所だけあってね、あのすごくリラックスした気持ちでお話をしてます。いやこれね、今話しているほんの十数分の間でもう何十席もある客席のうち半分以上埋まっちゃいました。私の自分のことのように嬉しい。なんか、あ、でやっぱこちらに住んでらっしゃる、まあ、韓国の方にもとても本当に評判のある味で、もちろん日本人の舌にも合うっていうか、本場の味なんだけど日本人の舌に合うっていうことは、それだけやっぱり本場の味を追求してあのずっと守っているっていうところ、下手に日本人の舌に合わせているわけではないっていうところで、そのなんかやっぱパッションみたいなものがきっと料理の味に表れてるんだと思います。なんか改めてこう語っちゃってるけど、いやそういう意味でやっぱり音楽と料理ってすごく通じるものがあると思う。あの自分の持っているなんかもうほとばしるパッションじゃないけど、やっぱりその隠そうとしても隠せないようなものであると思う。それを料理なのか音楽なのかアウトプットの仕方が違うだけで、自分の信念をちゃんと貫いてっていうか、自分自身を信じてしっかりアウトプットしていれば必ず人に伝わるんだな、なんか共有できるんだなっていうの、なんか今日ね料理食べて改めて感じちゃった。いや私ももっと頑張ろうって思うんだよね、まだまだだって。あ、なんか今日このタイミングでこのお店に来たのはそういう意味があったのかな。すいません、なんかすごくキザな感じになっちゃったかもしれないけど、ここ
スンデアはちょうど食安通りと、大久保通りの狭間、まあ、最寄りの駅は新大久保になりますから、スンデアから今ジンガっていう、名前に変わって新大久保ジンガ立ち捨てとの地に点々にが、ね、ジンガさんです。あのぜひ検索して、この日本人の、私は日本人だからこれ見てる方たくさんいろんな国の方いらっしゃると思うけど、あのそういう国境を越えて、感性に染み渡るこの美味しい料理をぜひ堪能しに来てください。さて久々の再会もできて、めちゃくちゃねちょうど長く喋ったことだし、そろそろお開きにしてもよろしいですか、すいません。というわけでね、あの例によっての今回あのエンディングの横顔の香りが流れてる時にね、改めて料理の写真なんかもね出てくると思うので、お店の外観とかも出てくると思いますし、それと合わせて今日のこの美味しい料理を食べた幸せそうな私の写真も一緒に見ていただければね幸いです。というわけで本当に皆さんも、もう梅雨この時期体調崩しやすくなっていますけれども、ストレスをためないように、しっかり寝てしっかり食べてね、ぜひこちらにいらして、発散してください。というわけでメンディーでした。じゃあ今回最後にもう一言ね、私のありがとうという気持ち、감사합니다。